東武東上線ファミリーイベントは、埼玉県比企郡ラメ川町にある、東武鉄道東上線の森林公園研修区にて、毎年開催されている子供連れ家族や、鉄道ファン向けの鉄道イベントである。2006年より開催されており、2010年までは、毎年3月に開催されていた。2008年3月23日は、TJ ライナー愛称決定を記念して、 新ライナー愛称決定記念イベントとして開催された。2011年は、東上船森林公園ファミリーイベント2011として4月3日に開催予定であったが、東北地方太平洋沖地震による計画停電により中止となり、11月23日に延期開催された。イベント内容として、車両撮影会、車庫見学、車両線上線体験乗車、 子供制服着用体験、電車の運転台、車両操作体験が実施される。開催時間は10時15時、入場は無料。なお、イベント内容によって事前申し込みが必要となる場合がある。イベント当日には、最寄り駅である森林公園駅までヘッドマーク付き臨時列車が運転されることもある。なお、2009年には、 NHK 連続テレビ小説翼をラッピングした臨時列車が運転された。ありがとうございます。